スタジアム入り口ニッパートスタジアムはアメリカ合衆国のオハイオ州シンシナティにあるスタジアム。シンシナティ大学の校内に位置する。主にアメリカンフットボールで使用され、シンシナティ大学のシンシナティベアキャッツの本拠地として使用されている。また、サッカーの試合でも使用され、MLS の FC シンシナティの2020年までの本拠地でもあった。 1901年にカーソンフィールドとして暫定オープンし、1915年シーズンよりコンクリートのスタンドが設置されたため、この年を会場年としている。以降もたびたび改修工事が行われ、現在は馬邸の形をしたスタジアムとなっている。1923年のシーズン最終戦、シンシナティベアキャッツの選手であるジェームス・ギャンブル・ニッパートは、 オハイオ州内のライバルチームであるマイアミレッドホークスとの試合中にスパイクで負傷した。これは試合前に行われたチキンレースの後に残されたフンに感染したからと言われているが1ヶ月後に敗血症で亡くなってしまった。ニッパートの祖父である P&G 社のジェームズ・ギャンブルはスタジアムの建設資金として寄付をし選手の安全のために ロッカールームとトレーニング医療施設が追加された。なお、ニッパートの兄のルイスは1970年代に、新シシナテキレッツの過半数の株を持つオーナーであった。ありがとうございます。